梅里幸山とは、中華人民共和国雲南省、デチェンチベット族自治州に位置する連山の総称である。地形、気候ともに土山に関する条件が非常に厳しいため、連山のすべては未東方である。横断山脈のうち一番西に位置する土山山脈の最も高い部分をなす。雲南省の三つ平流と呼ばれる地域で、一帯が世界遺産に登録されている。 宗教的意味合いとしては、カイラス山と並ぶチベット仏教の聖地であり、古代統治により、山陸に巡礼者を集める信仰の山である。主な山は以下の七座である。チベット仏教信徒による巡礼登山は数百年前から行われてきたが、いずれも山腹にある寺院までである。登頂の試みは1902年頃に始まり、アメリカ、イギリス、日本、中国などが、 それぞれ5.6回ほど登山隊を派遣してきた。三重平流の険しい地形やモンスーン地帯特有の厳しすぎる気候のために登頂はすべて失敗に終わり、神々の山は未登峰のままである。地元では神聖な山を汚す存在として登山隊を嫌う、風潮が根強く、登山隊の遭難は当然の天罰とする考えを持つものも少なくなかった。2000年、雲南省。 デテンチベット即実地習得、近県人民大会において、川久保などの主要なミ々ネミネは、チベット仏教の巡礼地であり、この信仰と文化の尊重のため、将来にわたり登山活動は禁止されることが正式に立法された。1991年1月4日、日中合同学術登山隊17名が登頂を目前に控えたキャンプ地で、 なだれの直撃を受けて全滅する遭難事故が発生。中国の登山市でも最悪の犠牲者数となった。登山隊は前年の12月初めに川株の麓にベースキャンプを設置し、順調に上部へキャンプ地を伸ばしていった。12月末には川株の山頂まで270メートルのポイントに到達する17名の隊員が標高5100メートル付近に設置された第3。 キャンプに集合し、頂上アタックへの体制を整えた。キャンプ地は、斜面から十分に離れており、なだれの危険性は少ないと思われた。年が明けた1月1日から降雪が始まり、1月3日には、積雪量は1メートルを超える。現地時間1月3日22時の無線更新を、最後に、第3キャンプとの連絡が途絶えた。直ちに日中合同の救助隊が現地へ派遣されるが、 折からの悪天候のために第三キャンプへ接近することは不可能だった。その後、航空写真の分析でキャンプ地がだれによる大量の雪に埋め尽くされていることが確認され、17人の生存は絶望的となった。生存者がいないため詳細な状況は不明だが、京都大学に設置された事故調査委員会では一月三日までに降った大雪で大規模な泡雪崩が発生し、 キャンプ地を直撃したた。のだろうと推察された1996年に派遣された日中合同登山隊は事故後初めて第3キャンプに到達するが板やテント遺品の発見には至らなかった現場には遭難地点付近を起点として山麓を流下する氷河の流れがあり1998年8月以降に山麓を流れる氷河の末端から 雪面下に渦漏れた後に氷河に流入した遺体や遺物が続々と現れた。現地の村人や捜索隊により、17名中16名の遺体やその一部、または遺品が発見、収容されている。氷河の深部で圧力を受けたため遺体や遺物の多くは損傷が激しかったが、遺体の多くが寝袋に入っていたことから登山隊は、 宿営地で睡眠中に雪崩に巻き込まれたことがほぼ確かめられた。事故後間もない1991年5月、展望台より梅里雪山を望める平地に日中の遭難者の氏名を刻んだ慰霊碑が建てられた。2004年には慰霊碑の日中両国の遭難者の氏名を刻んだ碑文のうち日本語部分及び日本人遭難者の氏名を記載した部分が傷つけられ、 反読が不可能な状態となった。2006年2月には、チベット族隊員の一人の名も反読できなくなっている。遺体の捜索が一段落した2006年10月、京都大学学士山岳会により、山岳の名長村に、遺体捜索活動を記念した記念碑が設置された。この石踏みには中国語のみで、日中の17人の有志、ここに永眠すると記されている。ありがとうございます。